こんにちは、浄法寺の清徹です。癒される瞑想についてお話ししています。我々は下界を感覚器官で感じて、脳内に印象を形成して、その印象に基づいて心が動くという生き方をしているわけです。で、各人各様、その脳内世界は別々のものであるわけです。で、我々の自分自身感じてる前の世界、パッと目をつぶって見る前の世界、そこにたくさんの人が生活してるわけですよね。今ここでパッと目をつぶっても、隣のうちの人、あるいは隣の国の人、地球の裏側の人、そして過去の人、まあ我々のご先祖様を含めてね、過去の人、そして未来の人、パッと目をつぶった向こう側、自分が感じていない世界に、まあありとあらゆるものがあって、それがあるのかないのか、まあ見てないんだからわからないわけです。ただそれをパッと目を開ければ、目の前に五感で感じる世界があると。で、お互いがお互いをそうやって、まあ脳内世界で考えてる、まあ脳内世界で捉えて心が動くということになるわけですね。で、それをそうやって考えていくと、我々が感じる前の世界に、まあ、2500年前のお釈迦様もいれば、キリストもいれば、まあ、マホメットもいれば、平の清盛もいれば、いろいろいると。まあ、その、考えてみればですね、まあ昔の人が書いたものを読んで、その時に思いを馳せるとか、写真を見て当時の感情が呼び起こされるとか、まあそういうことも、そういう時間と空間を超えた心がつながるというかね、そういうことも何かこういうことと関係してんのかなと思うわけです。で、お話をまあちょっと進めますけども、その感じる前の世界に、まあお釈迦様がまあいると。で、お釈迦様の他にも、お薬師さんとかね、観音さん、あるいは33箇所の観音さんたら33、3体いらっしゃるわけです。で、西国88箇所の仏様とかね。まあそうやって数えたらいくらでも仏様がいて、まあ無数の仏あるいは菩薩がいると。まあ阿弥陀様とか、お薬師様とかね、思いつくまま挙げていって。で、お経には、仏様の名前だけで3000書いたお経もあるんですよ。3000仏名経というんですけど、ちょっと絵を出しますけど、これはですね、長宝寺にあるその三千仏の掛け軸の、過去、現在、未来で千ずつ書いてあるんです。これはですね、これは現在になるのかな。で、これが三本あるんですよ。千体ずつ書いた仏さんがね。千体ずつ書いた仏さんがあって、まあ、こうやってこれ名前が全部あるんです。この仏さん一体ずつに。で、観音さんもまあいろんな観音さんがあってね、33箇所であれば、33箇所のね、今の札所の観音さんであれば、那智の誓願渡陣始まってですね、各地にまあいろんな観音さんがあると。で、要するに、仏教では、
悟りを開く、悟りを開いてね、その後に何か混然とした一体になるっていうか、塊になるというようなことは考えてないんですよ。全然別個の存在のまま、お薬師さんと、お釈迦様でも阿弥陀様でもいいんですけどね、それが悟りを開いたから一つの塊になってしまうとかね、一つの混然とした一体としたものになるというふうには考えてないんです。全く別の別のものになっていくんです。別々でありながら完全に目覚めていると、そういう考え方をするんです。で、それはなぜそういうふうに考えるのかっていうのは、それはね、こじつければいろいろ理屈はくっつくんですけども、やっぱりそれがそういう事実があるというふうに感じてきたんだと思いますよ、私は。仏教のお坊さんがね、悟りを開いて、仏さんがやっぱりそれぞれ別々のものになる、あるいは菩薩でもね、それぞれ別のものになっていって、それでいながら完全に、悟ってるというか目覚めてると、そういうものなんだというものを2500年の仏教の歴史の中でお坊さんがやっぱりそういうふうに感じてきたということじゃないかなと思います。で、それがね、つまり我々が死んだ後ね、死んだ後何か意識が一つのものに戻っていって一つの意識に融合するとかね、そういうことでなくて、やっぱり死んだ後も別々の存在として、あの世というかね、空の中であり続けるという感じ方につながっていくんじゃないかなと思うんですよ。で、つまりそこから輪廻転生というね、輪廻転生、生まれ変わるとか輪廻するとか、そういうものもそこにつながってることじゃないかなと思うんです。空の中で混然としたものになるんじゃなくて、別々の存在としてずっと存在し続けるということじゃないかなと思うんですよ。で、仏教ではその死んでもだから意識がなくならなくてね、個性というものが、我々が今こうやって生きて人生においていろんな経験をして、いろんなことを考えてという個性のまま存在し続けて、これ死んだ後ですよ。死んだ後、存在し続けて、輪廻転生を続けて、最後は、自分の脳内世界が空と等しくなって、つまりアノクタラ山脈三菩提にたどり着いて、仏となって、また空の中で存在し続けると。そういう世界観なんですよ。そういう世界観。仏教的にね。